阪神コーチ陣、どんでん肉言。阪神コーチ陣、岡田監督は文句があるならマスコミじゃなく直接言ってほしい。我々にも言い分がある。それも岡田やなくてマスコミに言うんやな。どんでんはやり口が野村そっくりになってきたな。 W 今岡は何を思うのか。両者どもマスコミを伝言板に使っててくさ。阪神コーチ陣、言いたいことがあるならマスコミを使わず直線言え、とマスコミに語る。お前らも同じことしとるやんって突っ込む記事か。どんでん、そんなんお前あんなんあれやろ。直接言われてもコミュニケーション取れないやろ。 W どんでん語り翻訳できるどんでん版記者を介さないとコミュニケーション取れへんがな。岡田と直接意思疎通するのは難しいからマスコミを挟むのは当然だろ。まあどうせ今年きりって決まってるからええんちゃう。去年優勝したし。反論されるのは嫌なんやろ。言いたいこと好き勝手言いたいだけ。どん語りを理解できるんならな。デイリー新潮ソースなのに叩かれ続けた米騒動阪神だとそうはならないんやね。直接言えば信号機は壊れなかったとほんま子供しみた言い訳やな。まだやってんのかよ。選手に言われて問題になったのに。本命突入は結果論で文句言うファン多いけど監督がファン程度の認識では勘は。ご視聴ありがとうございました。